はい、それではリリー&スルー続きからやっていきましょう。前回ね、ちょっとね、最後部分ね、実況声が入ってなかったんですよ。なのでちょっとそこは申し訳ございません。ではそのままやっていきましょう。何回目だっけ、7回目か8回目ぐらいだけする。あれ、なんかあるぞ。あ、これ水か。よし、じゃあ、さて、何を作りますか。クラフト、あ、ウニ袋でクラフト作れんのか。材料選択は目が。じゃあちょっとクラフト作りたいんで、材料選択は目が命。中和剤か、緑、あ、緑。とりあえずウニ袋作るか。いつから調合してやろうか。トゲトゲ。これとこれと黄色はいいかな。こんな感じ。よしよしよし。地面ここだ。ここだ。これ。はい。こいつで取ろう。ひとまず終わり。ひとまず終わり。でクラフトを作ってみるか。材料選択は目が命。ウニ袋と弾きやすいか。心が安らぐ。あーでもなさそうだね。ちょっとまあ最初だからまあこんなもんか。物理ダメージ中。よし、クラフトできた。オッケー。調合、あ、調合しろってことかな。野望ノート、これは作れるかな。自然鉱物油使うんだ。虫やばいな。じゃこれを2個使うんですね。はい、すごいなこの成分強。これも2つ使うんだね。はい、じゃあいつもの味。どこにでもいる。まあとりあえずこれは潰していいと思うんで、こいつはここ置いて、どうしようかな。こういって、こういって、早く染まる。最後まで気を抜かずに。あー、どうしようかな。こういって、こうの、あ、これどうしよう、無理か。あ、いけるわ。こうの、こうだね。よし、できた。結構レベル上がりますな。はい、ムービー。二人ともイルショーの抜き打ち講座よ。抜き打ち講座。さあ何が。ちょっと師匠、私たち今おやつ食べてたんですけど。あら、それは悪いことしちゃったかしら。はい、まったくです。というわけで抜き打ち講座はなし。師匠も一緒におやつ食べましょうね。そうはいかないわ。二人に大事なことを教え忘れてたんだもの。うん、これを知らなかったら錬金術師としてはプニーカ、いえミジンコイカね。ミジンコイカって言われた。ミジンコ。さすがにそれは嫌だよスーちゃん。確かに。わかりました、おやつタイムは諦めます。はい、よろしい。今回二人に教えるのは触媒についてよ。触媒っていうのは
た触媒、触媒兆候に影響大きな与える要素、大きさの変動やボーナスマークの発生と様々な効果が得られる。良い道具を作るためには触媒の使用が不可欠。触媒を利用し自分好みの道具を作り出しましょう。じゃあ使ってみるか。わかったかしら。はい、触媒を入れると今までよりもっとすごい調合ができるようになる。スーちゃん本当にわかってる？間違ってるわけじゃないけどさ。はい、ま、実際にやっていけば嫌でも覚えるわよ。じゃあ抜き打ち講座に耐えたご褒美、お美味しいプリンを買ってきたからみんなで食べましょう。優しい世界。やったー、師匠大好き。さっきおやつ食べたけど。私も大好き。ありがとうございます師匠。こっちが普通ので、こっちがかぼちゃの。いや、ほわかしますな。はい、調合だ。あ、ここで触媒使えるんだ。触媒効果レベルマイナス4、太陽。使用。ちょっとウニ袋でやってみるか。はあ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 、効果レベルが上がったりするのか。太陽とか、これどういうことだ。砕けた石材、赤い花で、ちょっと赤い花で調合してみる。別に、なんだろうな、そこまで、どうなんですかね。まあここは赤、こんな感じ。調合、あ、なんか書いてあるわ。これだ。プラス1。なるほどね。これプラス2。おおほほほほ。なるほど。こんなもんかな。これは？これでオッケー？あ、これでもいいんだ。よし、こいつで取ろう。とりあえずはいいみたい。ウニ袋できましたね。どんな触媒入れればいいか。なんだっけ？触媒。すごいなこれ。レイビア必修、こっちの方がいいのかな。まあ最初はまあ赤い花で調合してやろうか。緑、これでいい。調合はじめるよ。まだまだのんびり。強いなこれは。めっちゃえぐいのできるぞこれ。ぐる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 。とりあえずはいいみたい。おー、いいね。触媒じゃあつけよう。いや、これ戦闘装備は何もつけないんだけど、探索装備で全然違うね。これとこれ、よし。ではやることメモ。やるべきことはミレイユさんに報告しよう。どこに行こうかな。これでいいかな。ミレイユさん、これでいいっすか。あら、足りないかな。これで平気。足りなさそうやんな。行こう。どこ行く、どこ行く。どこにあったっけ。いい、メモメモ、何を見たか書いとかなくちゃ。
あれここら辺だったっけ。あちょー、壊れろ。おお、めっちゃ入った。いや自然油とか欲しいんだけどな。こっちだったかな。ん？いや、こっちだったっけ。あ、合ってる合ってる。結構集めた方が良さそうやった。見つけた。なんかあれだけじゃ足りなそうだから。くらえ。相手してやるよ。はい、じゃあ俺が作ったこれいきましょう。クラフト58、悪くないんじゃないですか。痛いから覚悟してね。67では攻撃。はい、俺が代わりに。いいね。じゃあこれで、こんなもんだろ。結構いいね経験値。かわいい。でもグリフォン羽しか落とさねえよ。全ての宝は我が手のうちに。いや蹴りで宝箱開けるな。いいね、火炎石うまいな。あ、これも蹴りか。見つけた。ここにもあるかな、卵。あ、これウニしか出ないんだけどね。リグレイン農場、ここどうだったかな。やばい魔物出ないでくれよ。あ、ここにもいる。あ、ここにもあるね。卵と羽が出た。やった、あざよっこらせん。トーンか。燃料だね。油か。店で買うと高いか。つけた。冬に向けて貯めとかないと。壊れろ。自然油出ないね、なかなかね。あ、赤プニじゃん。あいつの巣にしてやる。さあ、あ、これ全体なんだ。あ、範囲か。俺が代わりに。はい、おりゃー。楽勝です。お、経験値うまい。きたきた、天才的な考え。よしよし、中和剤赤ね。なんかなかった。これはあれか、敵のこう。あ、いっぱいか。じゃあちょっと撤収しよう。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。よし、作れるものが増えた気がする。じゃあ中和剤赤も作ろう。何を作りますか。なんだっけ、触媒。触媒ね。砕けた石材。よし、さてどいつから調合してやろうか。果肉が多い。あ、いつもの味か。これでいい。レッツ調合。レッツ調合。これだ。お、いいじゃない。効果は発生しないね。
賢者の石とか使うんだね。クラフトは作れない。蜂蜜は作った。ピュアオイル。どんな植物？ああ、でも植物あれば油が欲しい。植物合うわ。お出かけ、お出かけ。足りるかな？これで。どうだろう。なんかこのゲージを超えないとダメなんじゃないですかね。課題の内容。お願いします。ああ、これだったらさ、もっと上のゲージまで行きたいな。もうちょい通りに行くわ。待っとって。どこ行く？どこ行く？もうちょっと卵取りに行こう。右よし、左よし、俺様かっこいいよし。やば。俺様かっこよし、なんてな。レシピ発想とかあるかな。レシピノート、麦粉、調合から発生してみよう。新しいものを収集してみよう。まあクロス、これはまあ作れるやつか。種族、植物、あー、これは違う。夜になっちゃった。お化け、お化け、お化け。どうしよう。こっちにいなかったか。あ、いたいたいた。この子たちでしょ。あちょー、相手してやるよ。でトゥルおりゃあ。はい、楽勝だな。おととい来やがれ、おととい来やがれ。いい考え。私の野望、こいつらから油出たぞ。じゃあ行きましょう。味方単体の攻撃力を上げる。じゃあ名前なんだったっけ、忘れたけど。おお、すごい。はい、撃つぞ。強い。楽勝だな。バフも上げたから強いかな。トーンか。あ、違うっぽい。発送したね。麦粉。オッケー。それじゃ出かけましょう。バーバチョ。これぐらい卵あればマックスまで行くんじゃないかな。あ、魔物が出るとこは勘弁な。新しいレシピ、これならいける。さあ行こう。じゃあこれ時間気にしなくて大丈夫だろうかな。3月21日になってるけど。いらっしゃい、はい、よく来たわね双子ちゃん。来ましたよ。課題を納品。さあ、おでけえ、え、大型の卵。これでどや。ありがとう。本当にこれでいい。はい、じゃあ評価を発表するわよ。お願いします。お、花丸だった。はい、お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。よかったよかった。お疲れ様。これなら合格よ。 G ランクへの昇級おめでとう二人とも。やったね。これでルーちゃんに追いついたよ。あ、ルーシャも G だったよね。確かね。ところでマティアスは役に立った？マティアス強かったよ。はい、とっても。でも
ミレイユさんに弟がいたなんて驚きました。めっちゃ強かった頼りない弟で申し訳ないけど、コキ好きなだけコキ使ってやってちょうだい。いや可愛い子にコキ使われたらね、もう最高じゃないですか。わかりました。あれもいいし、こんなのも最高じゃないか。あ、ね、一応お手柔らかに、ね、あ一応ねお手柔らかにと。レディちゃんどうかした？なんだか気になることでもある？すみません、あっちの方から声が聞こえてきて、うん、前に来た時にも聞こえたんですけど、誰かいるんですか？怖いな、なんか改めて考えると怖いよね。声、確かに錬金術が絡むならありえなくはない。素材の声的な、試してみるのもありかもしれないわね。うん、ねえ双子ちゃんたち、面白い場所行ってみたくない？面白い場所、面白い場所、はい、はい、それはぜひ。それならよかった、うん、じゃあ二人とも向こうにある画廊に行ってて、不思議な世界をあなたたちに見せてあげる。お、出ましたね、不思議シリーズ特有の。そう、どれぐらい撮影したかわかんないからさ、わかんないんだけども、とりあえずこっち行きましょうか。うん、さあさあこの絵をとくと五郎次郎、五郎次郎、あーこれまた絵の世界に入るんじゃない。ざわめきの森って言うんだけど、うん、これは不思議な絵と呼ばれるものなの。不思議な絵、不思議な絵、ぱっと見普通の絵と変わらないような、うん、これは錬金術の力を使って描かれた絵でね、なんと中には別の世界が広がってるのよ。別の世界が広がってる。ええ、そこには珍しい材料があるみたいでね、今は国策として不思議な絵を集めてる最中なの。へえ、うん、じゃあ地下室にあった絵も不思議な絵。うわー、絵の中の世界なんて信じられない。私行ってみたくなっちゃったな。あの絵のことは秘密、国策で集めてるって言ってたし、持っていかれちゃうかもしれないでしょ。あ、確かに、ごめん、気をつける。うん、ん？どうしたの二人とも。あ、大丈夫かな、聞こえてないみたい。いえ、何でもありません、うん、話を続けてください。ええ、不思議な絵はまだわからないことが多くって、優秀な錬金術師に先行調査を頼んでる段階なのよ。そこでその調査を二人にもやってもらおうと思ってね。きた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 。なるほど、それは願ってもないことですけど、どうして私たちに？ほら、さっきリディちゃんこっちから声が聞こえるって言ってたでしょ、うん、もしかしたらそれって不思議な絵の声が聞こえてるんじゃないかしら。お、リディは絵の声が聞こえると。不思議な絵の声、そんなのあるんですか？うん、そう、錬金術師には材料の声が聞こえることがあるっていうし、そういうこともあるのかなって。もし絵の声が聞こえるのなら、不思議な絵の調査にはうってつけじゃない？せやね。そうじゃなくても二人ならいい成果を出してくれそうだしね。どう、絵の調査やってみない？これはやるしかないでしょ。ぜひぜひ、私たち絵の世界に興味津々なんです。よかった、なら決まりね。この絵の中にはルーシャちゃんがもう入ってるから、みんなで力を合わせて調査してきてちょうだい。じゃあ双子ちゃん、絵の前に立ってみてくれる？うん、はい、
ということでちょっとね、今回は一旦ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では絵の世界へレッツゴー。